はい、皆さんこんにちは、小川ひろしです。今日はね、ちょっと不条理について考えてみたいと思うんですよ。今ね、親ガチャっていう言葉がちょっとこう話題になってますけれども、どんな親の元に生まれるかはね、こうガチャガチャと同じで、まあ、運に委ねられていると。だから多くの人はね、親が貧乏だからとか親がダメだからとかって言ってですね、まあ、自分の今の境遇をこう親のせいにしてるっていう話なんですよね。それはまあ何でもそうですよね。どの国に生まれるかとか、どの時代に生まれるかとか、どんな容姿でどんな能力を持って生まれるかとか、全部運ですからね。生まれてからもそうですよね。まあね、事故に遭うとか遭わないとかね、次の瞬間どんな目に遭うかとか、人生はですね、もう一瞬一瞬がガチャガチャなわけですよ。まあ、そこでね、どう考えればいいのかっていうところが問題になってくるんですけど、実はね、先日私の哲学カフェで、まあ、不条理とは何かっていうテーマでね、議論したんですね。まあ、そこでのね、こう、議論がこの親ガチャ問題にも当てはまると思って、ちょっと紹介したいと思うんですけど、まあ、不条理っていわゆるこう、道理に合わないっていうことですよね。死とかね、戦争とか災害とか、まあ、運命的なものですよ。しかも、不可抗力を指すことが多いですよね。よく対比されるのが理不尽という言葉ですけれども、この場合はね、誰かに引き起こされることによって利が尽くされてないっていう意味なんですね。だからまだね、なんとか改善する余地はあるわけですよ。でも不条理はもうどうすることもできないんですよね。親ガチャもまあその一つだと思います。親はね、選べないのにそんなことで人生が左右されるとしたらですよ、それ不条理ですよね。しかもそんな世の中変わらないとしたらどうすればいいのか。まあ、昔からね、哲学者たちもこの問題に対峙してきたわけですけれども、一つのね、ソリューションとしてはもうこの人生やめるしかないっていうね、そういう発想ですよね。死ぬしかない。でもそれってバカバカしいですよね。自分のせいじゃないわけですから。同じ発想からですね、だからこんな世の中は生まれてこない方がいいんだみたいなこと言ってる人もいますね。反出生主義って呼ばれる新しい思想ですけれども、割と最近ね、話題になってますよね。南アフリカ出身のね、ベネターっていう人がこう唱えたんですけれども、いろんなデータを調べてみるとね、まあ、生きてても苦しいことの方がより多いから、人間生まれてこない方が幸せだっていうふうに言ってるんですね。でもなんかこれも悔しいですよね。だからフランスの小説家のね、カミュー、まあ、哲学者でもありますけれども、彼なんかは反抗し続ける道を選んだんですね。そういう視点からまあ不条理小説を書いてるわけですよ。最近だとね、コロナの関係で話題になった彼のペストっていう小説ね、あれなんかもそうだと思うんです。でもね、不条理はどうにもならないから、反抗しだすとそれずっと続けないといけないわけですよね。それってしんどいですよね。だからもっと他に方法ないのかなっていうふうに思うんですよね。そういうとこ受け入れるっていう発想も出てくるんですけど、そう簡単じゃないですね。でちょっとね、不条理の語源を見てもらいたいんですけど、まあ英語で言うとこれアブサーディティっていう単語なんですが、まあ、ここにもね、滑稽なっていう意味が入ってるんですね。でこのアブサーディティのね、元になった言葉、ラテン語のアブスルドゥスっていう単語ですけど、これもやっぱりね、その滑稽なとかね、滑稽さというニュアンスが入ってるんですね。つまり不条理ってもうどうしようもないこう悲しいことであると同時に、どうしようもないからこそ滑稽だっていう側面があるわけですね。だからね、不条理文学ってこう一見わけのわからないことが起こってちょっと笑えちゃうんですよね。滑稽な状況が起きちゃう、まあ、これをね、逆手に取ったらどうかなっていうふうに私思うわけです。つまりどうしようもない滑稽なことなんだから、怒るんじゃなくて笑い飛ばす。しかも本気で笑い飛ばすんですよ。そうすると少なくともね、こっちは堂々と生きていけますよね。もし世界に意志があってですよ、戦争とか災害とかね、運命によって人間を困らしてやろうとしてたらどうでしょう。こっちがね、笑い飛ばしちゃったらもう向こうはなすすべないですよね。まあそんな想像するだけでもね、不条理を恐れることもなく、また嘆くこともなくですね、生きていけるんじゃないでしょうか。風刺とかね、ブラックユーモアってそうなんですよね。ユーモリストって言われる作家たちもいますけれども、まあ、そういう風刺がね、単なるこう、鬱憤を晴すためのものだけであってもったいないと思うんですね。本気で心からこう不条理をね、笑い飛ばすことができて初めて、もっと積極的に生きていけるようになると思うんです。まあ、親ガチャに話を戻すとですね、その運命自体は変わらないわけですけれども、自分の状況をね、笑い飛ばすことができれば、むしろ人生という名のガチャガチャをね、本当にガチャガチャとして楽しんでいけるんじゃないでしょうか。まあ、何が起こってもね、はい、来ましたぐらいの気持ちでね、受け流す。そうでないとね、この不条理が加速する世の中でやってられませんよね。死か怒りかみたいな二択しかないなんてね、嫌じゃないですか。そこにね、笑い飛ばすっていう選択肢があるんだったら、私ならそれ選びますけどね。しかもその選択だけはガチャじゃないですから。
いかがでしたでしょうか。親ガチャ不条理、ぜひ皆さんも考えてみてください。それでは今日はこの辺で、あなたの人生に哲学を。